懸命打ってんだ、いいツイッターを。オッケー。よく来てるみんな。あ、こんばんは。そう、ブルザールスパーカーね、思ってね。あのさ、緊急でさ、緊急でっていうかさ、ブルザールスのさパーカーをさ最後に着ようと思ってさ、今一生懸命さタンスからさ出したわけさ、出したんですよ。そしたらさ、ね、見てほしいの。じゃ、風邪じゃない、叫んだからかな、乾燥が。見てこれ、これ試作品のやつ、第1号のやつ。あの耳がこれ本物持ってる人は分かってくれるのよ。変なの、耳が分厚くてなんかなんか違うのよ、なんか違うのよ、耳がなんか違うの。本物はね、これがちょっと耳が重たくて変だねってなって、こうなったの、こうなったのよ。これが本物、本物なんだけどさ、これ本物ねこれガチおもろくない、これ、これね。そう、今日これお花、ほらメルちゃん、改めて卒業と、これからメルちゃんとメルトは一蓮托生です、夢に向かって共に進む、これからメルちゃん支えていきますって書いてくれてる。あ、今日はね卒業だからちょっとね時間が長いんですって。メールを、最後のメールを送るよ今から。最後のメールを、最後のメルメールです、送ります。やりました。最後のメールメールを送りました。いや、めっちゃね長くなっちゃったの。てかなんかもう言いたいことがありすぎて、なんかこれでも言いたいないぐらいいっぱい言いたいことがある。ありがとうみんな、ちょっと待ってね、最後のメールを送りましたって報告をして、ねえ、メールなくなるの寂しいよね。だからファンクラブをいち早く作りますね。ただもうちょっと時間がかかりそうなんで、もうちょっと待っててください、もうちょっと待っててね。そして今からインスタを書きます。そう、明日からメールが来ないのよ。変な感じだよね。どれくらいわかんない、もしかして1ヶ月ぐらいかかっちゃうかも。だからみんな忘れないでね、忘れないでみんな忘れないで、その間寂しいかもしれないけど。ちょっと今日のねお見送りの写真はね載せれないらしいので、ちょっと私の思い出に撮っておきます。ありがとう、みんなお見送り残ってくれて、最後載せるわけない、ありがとうね。
そうだからさ、今までなんか結構お願い事とかもさ、全部さ、ね、メールに書いてたから、インスタとツイッターはね、引き続きこのままこちらが使われますが。ね、いいお花だよね。もうね、時間が足りないの見て、いっぱい置いてあるんだよ。ここにトロフィーが、選抜、これ見ただけで泣きそうになるよね。選抜総選挙のトロフィーたち、いっぱい戦ってきたね、一緒にね。ほんと総選挙ってやっぱやばいと思う。最後の総選挙26位、戦いの証ですよ。ちなみにですね、こちらもありますよ、アイアラビリンス1位。部屋の1位もありますよ。ねえ、明日からは、もう明日からはもう新生活ですよ。明日にはもう東京です。早いよね。あと30分で終わっちゃうんだよ。やばいよ、やばいやばい。インスタ書かなきゃ、やばいやばい。インスタ書かなきゃやばいやばい。でもみんなとも話したい。もう忙しい忙しいです。でも日本語になっちゃう。忙しい忙しいですよ。時間が足りない。メールがさ、なかなか書き終わらんくってさ、いっぱい書きよったら、もう書きたいことがありすぎてさ、終わらんのよ。待って待って、これ横か、本当に。ちょっと写真写真写真、動画の後は全部横だ。動画の後は全部、忙しいね。楽しい10年だったよ。こちらこそだよ。私も楽しかった。本当に楽しかったよ。あっという間だった。あっという間だったけど、やっぱ月日はちゃんと経ってんだなって思ったね。大きくなりましたもん。本当だね。見るけんね、ありがとう。嬉しい、ドラマ見てね、みんな。見てください。なんか最後って感じ本当にしないね、全然。変な感じだ。本当に変な感じだよ。ずっと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 信じられない気持ちで。でも楽しかった本当にね。本当に悔いがないの。とってもとってもすっきりとした卒業なんです。だからこういう
本当にすっきりとした卒業を迎えられるのはみんなのおかげなので本当に感謝してます。みんながいてくれたからこんなに何にも本当にこんなに悔いがないことってあるんだってぐらいね、悔いがね残らなくて、そんな卒業を迎えられたのは奇跡だと思うから、みんなのおかげだなってすっごい感謝してます。やりきったね、超楽しかったもん。楽しかったし、最後の最後もなんかこう理想のというか目指していた卒業ができたから、まあ、これはメールにねいっぱい書いたんですけど、思いはそのみんながさ卒業の時になんかすごくあのなんだろう自慢の推しでしたとかすごい言ってくれて、私なんかメールなら安心して送り出せるっていう、私のこう卒業の理想の卒業はずっと言ってたんですよ。もう昔からあのみんなが安心して卒業を見送れる、送り出せる、背中を押せる卒業したいってずっと言ってて、みんなにこう安心してもらえるように次の道を提示したいと思ってたし、それができる人でありたいと思ってたから、なんかそれを叶えられたのはすごく嬉しい。それが叶えられたなってこう思ったのが卒業発表の時にみんながメルなら大丈夫だって言ってくれたのもそうだし、そうやってあなんかあ安心してもらえる存在になれたんだなって思えたのがこれまでやってきてよかったなって思えた瞬間でした。改めてね、あ、なんかウサギすごい、何これいい卒業迎えられたよ。総選挙とかさ、なんかやっぱ総選挙とかってすごいなって思うもんね。こんなになんか一緒のものを目指してさ戦ってさ、そんなにこんなに同じものをみんなと目指しながらね、なんかなんだろうな、特別な絆だよね。アイドルだったし HKT48 に入れたからこそやっぱ過ごせた過ごせたというかできた、そんな1年だったなって思います。1年じゃない、10年だったなって思う。全然ね、明日から本当に卒業したんだなっていうこの実感はなかなかすぐには湧かないけど、1、2、3、4、最近インスタさ
上げてもさ全部同じ写真になるっていう謎の展開が生まれてるんだよね。待って、5分だけ待ってくれな。本当に5分だけ集中させてインスタ投稿するから。いつ文学12時何分に載せたらいいんだこれ。確かにインスタは卒業してもできるけどね。確かに喋るか。インスタ何書いてるか分からなくなっちゃった。あ、LINE 送って。ほんと幸せだったって、ありがとう。今日めっちゃ泣きそうでした。泣き泣き。でもなんかやっぱさ、このコロナでさなかなか会えなくって、なんだろうね、なかなか会えなくて、会えた人たちもたくさんいたし、そのままやっぱそのコロナ前まではずっと来てくれてたけど、コロナが始まってからやっぱ会えなくなっちゃって、そのまま今日まで会えなかった人もいるから、みんな元気かなって。で、コロナでそのまま卒業して、そうだよね、だから寂しい気持ちもあって、やっぱオンラインもさ苦手な方もなんかキラキラ苦手な方もいらっしゃると思うし、そうだからなんかこう最後のイベントまで会えなかったって方もいると思うんですよ、お仕事の関係でね。このやっぱ遠征できないっていう方も言ったと思うし、そんな人たちがもう元気でいてくれたらいいなって思うね。みんなに出会えて私はすごく幸せだったよ。だからまたそんな人たちもさ、なんか私の場合はマジで好きでいてくれたら会えるので そう、好きでい続けてくれたら私には会えるのでね。もちろんなんかアイドルのたしまめるが好きだって言う方もいらっしゃると思うんですけど、なんか結構ね、やっぱ私自身をたしまめる自身をね、なんか好きになってくれたのかなっていう人が結構いたのでね、だからそういう人たちにね、これからもそんなみんなは私のことを好きでいてくれたら会えるのでね。好きで言ってください。お、ちょっと LINE いけるみたいだから LINE の動画撮ろう。
ちょっと違うミルサルスだけどいいかな。ちょっとごまかして。絶対違うの耳が。今日で HKT48 の豊島メルとしての活動が全て終了いたします。応援してくれて本当にありがとう。本当に本当に出会えて最高でした。幸せでした。大好きです。これからも応援していただけたらすごく嬉しいです。これからも好きでいてもらえるよう、これからも応援してもらえるよう、私も頑張ります。ぜひぜひ、Twitter とかインスタとかで、これからの私も見届けてくれたら嬉しいです。LINE 追加してくれてありがとう。あ、また会おうね。さよならは言いませんよ。またね。ありがとう、大好き。いいんじゃないこれ、どうじゃん。今日で。メール来た？ラストメールメール。え、超長文になっちゃって、でもなんか、ほんと、おなんかいっぱい書いちゃった。えぐ長くない？それ時間かかるよな。うん、だからみんな配信とか終わって落ち着いて見てください。ゆっくり読んでね。泣くから途中でやめた。なんかすごい。いっぱいギフト来すぎてさ、これおい、やばい、追いつかない、やばい、これやばいこと起きてる、表示されてない。え、これどうやってしたいんだ、こっちか、こっちじゃないか、やばい、消えてるよね、最初の方消えちゃってるよね、やばいやばい、みんな、ありがとう。みんな、ありがとう。ごめん。これはもう平等に行くので。みんな、ありがとうって感じ。ね。卒業祝いとして、受け取ります。なんだこれ。ちょっとインスタさ、後で更新するからさ、見てね。ありがとう。みんなが私を笑顔に、あ、笑顔じゃない、私をアイドルにしてくれました。
当にありがとう。無事大阪着きまして、え、あの時間から帰って大阪着くんだ、すげえ。任せろ、見るよ。ずっと聞きたかった。うん、流れちゃった。東京のテレビや舞台で見れるのかな。皆さん、それがですね、もうドラマが決まってるんでございます。吉祥寺ルーザーズというドラマに出演させていただきます。なんとメインの出演者として、望月舞ちゃんという博多からやってきた生意気なキャバ嬢を演じておりますが、ね、増田貴久さん、田中みな実さん、片桐仁さん、浜田麻里さん、国村純さんというすごい共演者の方々の中で6人目として出演させていただいております。マジですごい人たちばっかりなんですよ、共演者の方が。そんな中で普通にいます。だからぜひ皆さん見てください。テレビ東京系列なんですけど、今回からその地方の壁というのもなくなりまして、地上波でね流れないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、 TVer さんのアプリでですね生配信もありまして、なんとドラマと同じ時間に、放送と同じ時間に TVer で見れることができます。なんだって、すごくない。なのでそちらの方もぜひぜひチェックしてください。見てください、ぜひぜひ。そう、5月1日には初の舞台も決まっております。そちらもぜひ、ブラックザというのに、ブラック、神曲主演というのを出演させていただきます。ブラックというものに出演させていただくので、東京芸術劇場プレイハウスにて5月1日に行われます。ぜひご覧ください。やべ、あと15分で終わっちゃうんだって、アイドル。ひゃー、やばいね、やばいよやばいよ。私のアイドルの歴史、ストーリーに載せようと思って。アイドルの歴史たち、楽しかったね。アイドル人生楽しかった、もう超楽しかった、みんなのおかげで本当に楽しかった、本当に悔いがない、もう超楽しかったって感じ。みんなの自慢の推しになれたのかなと思えたら嬉しいです。本当出会ってくれてありがとう、こちらこそだよ。なんかやっぱりみんなとだから乗り越えられたんだなって思うし、私は
ね、みんなとのみんなとできた絆はこれからもつながっていくもの、なんか可愛いねだと思うのでね、これからも見守っててください。頑張るから。まあこれからの道のりの方が長いしね、みんな一蓮托生でしょ。この同じ写真になる現象になります。壁紙外しましたよ。あ、それはね、そう。だからもう明日から、明日にはなくなるから、明日はね、壁紙はなくなっちゃうよ。メルメール泣いちゃった。いいこと書くよね、私って。こちらこそありがとう、みんな本当に。楽しかったね。そういう HKT プロフィールなんか見なくなるんよ、変な感じせんね。あ、そうやん、プロフィールスクショしとき、なくなるけん。なくなっちゃうけん。もうしといた、ありがとう。スクショ完了です、ナイス。チキ戦の推しにする、確かにそれもね。メルメール最初からまだ持ってんの、逆に最初のメール取ってあんの、すごくね。そんなことある、あれでしょ、お部屋紹介とかね。卒業するんですか、します、あと10分です。ねえねえ、あと10分だって、誕生日みたいなテンションに、 やめて。誕生日の前日、あと10分とか言って。すごいよ、アイドルが終わっちゃ終わるんだって。あ、ちなみにね、こっちにはね、あの花が、この花も置いてあるよ。
これバリ綺麗マジで。年越しあと10分でとってやめてん。まあでもなんかね、お別れじゃないっていうか、まあうん、まあ、それはね、みんな次第のところもあるし、私の頑張り次第にもよると思うけどね、なんかきっとまたみんなにも会えると思うし、みんなにね活躍が届くぐらい頑張らなきゃいけないなと思うので、頑張ります。そう、新しい門出ですね、ほんと。楽しかったね、なんか楽しかったよ。初期の頃、初期の頃出会ってくれた人も、今までずっと10年間応援し続けてくれた人も、途中から参戦して今日まで一緒に走り抜けてくれた人も、最初の方をしてたけどまた最後の方をこうして卒業するからって顔出ししてくれた人も、最後の最後で出会って好きになってくれた人もね、みんなみんな私を一回でも好きになってくれた人はメロ押しだと思ってるので、みんなみんな本当にありがとう。もうね、私に関わってくれた全ての皆さんが幸せになってくれることを願っています。本当にみんなが健康で幸せで元気で暮らしてくれてたらそれでいいんですよ。もう幸せでいてくれたら、もう笑顔でいてくれたらそれだけで嬉しい。まあこの10年でさ、そのね、やっぱファンの方の旅立ちも経験しているので、多分きっと空から見守ってくれてたと思います。ね、だからみんなが本当生きていればきっとまた出会える日が来ると思うしね。お互い健康でね、元気が一番、笑顔が一番また寂しくなったら遊びに来てください。そういう場所を整えられるように頑張るので、そう遠くない未来でね、次会えた時はまた新しいね、嬉しい報告ができるようにしたいなと思うし、幸せになろうな。頑張ろうね。
ね、みんなもさ、だからお互い頑張ろとか言ね、え、あと5分だって、やば、あと5分、はあ、本当に楽しかったね、本当に楽しかったよ。こんなに楽しいってさ、推しが言えるぐらいの応援をしてくれたファンの皆さん、本当にね、さすがですよ。泣きそう。最高ですよ。こんなね、素敵な推しのラストをプレゼントしてくれたみんなに本当に感謝しかないです。いやー、幸せでしたね。ありがとう、本当にありがとう。みんなは立派なオタクでした。みんなは立派な推し、ん？ファン生活、ファンか、推し活でしたね。みんな最高のオタクだったよ。みんな最高のメロ推しでした。ね。明日からの女優さんに向けての人生も応援してください。頑張るからね。みんなにとってこれからも大好きな田島メロでいれるように頑張ります。ありがとう。なんかもうみんなの声が聞こえるわ。ありがとうね。あと2分とかじゃない？あと3分だ。キャーン。頑張ります。頑張ります。本当にね。たくさんの愛をありがとね。メルちゃんに幸あれ。ありがとう。みんなにも幸あれ。また会おう。絶対に。また会おうな。また会おうね。大好きだよ。ありがとう。あと2分。明日は私は東京に旅立ちます。一人暮らしも始まります。東京でのあっという間だね。あと1分。え、あと1分。あと1分。こっちにも残しとこう、動画とかやってたらさ、終わっちゃいそう。あと1分。みんな本当にありがとう。大好きだよ。これからもよろしくね。最高の幸せのアイドル人生でした。みんなと出会えて最高に幸せでした。出会ってくれてありがとう。大好きです。行ってきます。ありがとう。幸せだったよ。これからもよろしくね。またね。